こに輪っかを作って輪っかに手を通して持つと結構なんかストックの反対向けみたいな感じで割とこう握力を使わずに持つことができます。5月18日木曜日です。今春楽やっと GH5 が届いたんですけれども、なかなか撮影する機会がなかった、まあ、せっかくだったら京都を代表する細い道でテストしてみようかなと思って夜のポント町に行く予定です。になりました。ポント町に来ました。地上橋のところに来ました。6時5分前です。そろそろスタートしようと思います。
と。山頂まで来ました。4K の 30p でとりあえず撮ってみましたので、まだ 60p がどうかっていうことが今後の課題です。とりあえず今日はフルオートでどんな風に撮れるかっていうことをやってみました。Thank you.
Thank you.